パリの舞台裏で繰り広げられた岩田隆則と平野紫耀の思い出。パリ、ルイ・ヴィトンの2024秋冬メンズコレクションの舞台裏で、三代目 J ソウルブラザーズの岩田隆則さんと元キングプリンスでナンバー、愛の平野紫耀さんが繰り広げた思い出が、ファンの期待を裏切らない素敵な瞬間として残りました。岩田さんがインスタグラムでシェアしたツーショット写真は、ファンにとって眼福のひとときとなりました。 記事の冒頭でご紹介した投稿の中で、パリス、思い出とのコメントと共に写真を公開した岩田さん。彼がどのような感想を抱いていたのか、私たちもその舞台裏に迫りながら、新しい視点から記事を進めていきます。岩田さんと平野さんがパリで共演する様子は、まさに日本のエンターテインメントの枠を超え、国境を超えて広がるルイ・ヴィトンの舞台裏での瞬間を切り取っています。岩田さんのコメントには、 思い出という言葉が込められていますが、その思い出の具体的なエピソードや、彼らの交流の舞台裏にフォーカスしていきましょう。岩田さんの着こなしと平野さんのスタイリングは、ルイ・ヴィトンのアンバサダーとしての責任を果たすだけでなく、個々の個性も光るものでした。岩田さんが難しいボトムを難なく着こなし、大人のカジュアルを表現している一方で、平野さんはカジュアルなダモフラージュのジャケットをネクタイでドレスアップしていました。 このスタイリングが新しいルイ・ヴィトンの魅力を引き立てているようです。ファンの反応も見逃せません。SNS 上にはイケメンすぎて画面割れるといった声が寄せられ、岩田さんと平野さんのツーショットに対する期待がいかに大きかったかが伺えます。二人の美しい姿勢や表情が日常を忘れさせる軍服の一瞬として共感を呼び起こしています。 記事の前半で触れたように、ファレル・ウィリアムスがメンズクリエイティブディレクターに就任して以降のルエ・ヴィトンは、新しい方向に進化しています。岩田さんと平野さんの登場が、その新たな一面を揺り際立たせていると言えるでしょう。これについて、ファレル・ウィリアムスのクリエイティブな手腕やブランドの変遷に関する質問を交えながら、記事を展開していきます。記事の中盤で触れたように、岩田さんがコメントした、パリス、思い出、 これが示すものは一体何でしょうか岩田さんと平野さんの友情や仕事上のつながりについて、これまで知られていなかった側面を掘り下げ、読者に新たな洞察を提供していきます。最後に、岩田さんと平野さんがパリで繰り広げた思い出を、日本という枠を超えて、読者にどのような新しい視点で捉えさせるか。ルイ・ヴィトンの舞台裏に広がる新しい景色を、読者が自ら体験するような形で締めくくります。 岩田さんと平野さんの新しい側面に触れ、舞台裏に潜む思い出に迫った本記事。あなたはこれからのルイ・ヴィトンの進化にどのよ。